はい、どうも皆さんこんにちは、リッパルです。本日はですね、おぼろ&かげろうがピックアップバディフェス、これをねやっていきたいと思います。今回初めて給料のキャラクターがバディとしてやってきました。お試しクエストをやってみたんですけど、まあなかなかねかっこよかったですね。このねナルト感を匂わせるような感じの雰囲気がねすごい良かったと思います。この忍法を使ってる感じすごくいいと思います。なんでちょっと1枚は確実にゲットしたいなと思ってます。一応30回ずつのカウントだったかな、30回ずつで、1枚ずつ、ゲットできるようになっていますので、まあ、ガチャコインとプレミアムチケットが何本かあるので、30回、まあ、出なかったらですけど1枚は確実にゲットしたいなと思います。はい、まあ、ざっくりちょっと内容を言っていくと、まあ、スキル必殺技自体は大したことっていうか、そのカゲロウのこれワンちゃんの方の領域っていうのが多分強いかなと思うんですよ。領域を使って毒とスローにすると、あと小ダメージも与えると、うん、これがなかなか強いんかなと思いました。で、一応新世代なんで、それにプラスアルファで領域を使うような、人とか、なんかね、能力を上げるようなスキルを使えば、もっとこうね、強化されるのかなと。これが、毒とスロー状態の敵に与えるダメージが上がると。うん。なんか、いろいろ使う幅が結構広がりそうな気がするんで、うん、ちょっとゲットしていこうかなとは思っております。というわけで引いていきましょう。ガチャコイン、で今回もですけど、今まで出てきたバディは全員出てきますと。だから確率見てなかったな。確率は 4% でも全体通して 7% か。うん、まあなかなかどうです。あ、やった、普通に出た。やったね。それ以上近づくな、カゲロウがお前の喉元を狙っているぞ。ふふ、かっこいい。ワンちゃん可愛いですね。いや、ワンちゃんだから狼狼でしょうけど。影を縛られ、影に散れ。はい、ちょっとあまりにも4回目で引いちゃったのか。もうちょっと引こうかな。もうちょっと引きましょう。おお、やべえ、結構来てくれるな。いいね、いいね。いいよ、いいよ。これ、いいよ。あ。10回にしときましょう。キリのいいとこで。いや、なんか普通にエスレアもいっぱい出るな。おお、あー。いやでも、よかった。エメラルドフラットはこれで、レベル80。レベル80になります。よかった。ありがとうございます。はい。よかったね。結果は、オボランドカゲロが2枚と、エメラルドフラットが1枚と。まあ、今後ね、バディフェスやってくるときに、確実に過去のキャラクターは、一応出てきますよっていうので、ひっついてくるんかなとも思いますので、今回はこれで止めておきたいと思います。今回のおぼろ&かげろうに関しては、お試しクエストで使うことができます。ぜひね使ってみてください。すごいかっこよかったです。ナルトみたいな感じでね、非常にいい感じのキャラクターだったんで、ぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、
今日の動画はこれで終わりたいと思います。あと、年代記の大陸に、年代記の大陸じゃない、年代記の塔に関して、動画にねコメントを、してくださいまして本当にありがとうございます。ちょっとまだ詳しくは見れてないんですけど、この後ねちょっと編成とかを考えてみて、あと一回だけなんかな多分挑戦できるのか、挑戦権はあるので、もし行けそうならそこね、ちょっとやっていこうかなと思っております。というわけでまた、次回の動画楽しみにしておいてください。というわけで、これで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。